クルミンとは、クルミンマーク、クルミン認定マーク、次世代認定マーク、次世代育成支援認定マークなどと呼ばれるものの、愛称名。少子化対策を図り子育て支援など、一定の基準を満たした企業や法人などが、厚生労働省によって認定され、そのマークを、広告や商品などに付け加えることができるもの。2003年7月に成立、交付された、 次世代育成支援対策推進法により301人以上の労働者を雇用する企業や法人などの雇用主は日本の社会や経済に深刻な問題である少子化に対処する一般事業主行動計画を策定し届け出をしなければならない。また雇用者が300人以下の企業などは努力義務とされる。その計画は2004年度末までに策定し、 2005年度以降、速やかに届け出なければならない。届け出し、申請して認定されるには、男性の育児休業等取得者が過去3年間で最低1人いること、しかも、女性の育児休業等取得率が70%以上などの厚生労働省令で定める基準に適合しなければならない。2015年4月1日、 クルミン認定をすでに受けた企業に対し、継続的な取り組みを促進するため、新たに、プラチナクルミン認定が始まった。次世代育成支援対策推進法の施行規則の改正に伴い認定基準の改正があり、新基準の適用日である2017年4月1日には、クルミンマークの見直しも行った。最新の認定取得年を記載し、 これまで認定を受けた回数の星印が記載されることになった。少子化対策として子育て支援に積極的に取り組む企業などへの認定マークを決め、そのマークの愛称をクルミンと呼んでいる。認定を受けた企業が広告等で用い、子育て支援等の取り組みを行っていることをアピールできるマーク。厚労省は学生や求職者に対し、 企業研究の指標の一つとして活用を促している。クルミンは包むを表し赤ちゃんを優しく温かくおくるみで包むことを表したもので一般公募から新潟県と神奈川県の2名のものが名付けて選ばれた愛称である。マークは 赤ちゃんが優しく包まれることを表すとともに企業とその職場ぐるみの少子化問題や子育てに取り組むことも表している。このマークを使用している企業は子育てに十分な多様策をとっているもので確かな家族計画を持つ家庭や子育てに悩む家族などからその企業に勤務をしたいと望む人が増えると考えられ企業側と子育てを含む消費者側の双方にとって 利点とされる。また、環境問題とともに、日本の深刻な少子化問題に、積極的に取り組む企業であることも表している。2008年、埼玉県において、クルミン、認定企業は、埼玉リソナ銀行を含め3社だけであったが、2016年10月、現在、70社まで増加した。クルミン認定、プラチナクルミン認定を受けた場合に、その資産について、 割増し焼却ができることとするもの。2018年3月31日までの制度で認定を受けた事業年度から起算して、クルミンは1年間、プラチナクルミンは3年間、対象資産の割増し焼却が可能となった。公共調達において、ワークライフバランス等を推進する企業を積極的に評価し、これらの企業の受注機会の増大を図る観点から、 総合評価落札方式、または企画競争による調達を行うときに、加点される。配点基準は省庁により異なり、2016年度より、開始された。認定を得た企業などの一覧は、書き替えブリンクの不死、クルミ認定及びプラチノクルミ認定企業名、都道府県別一覧を参照。ありがとうございます。